統一ロシア、統一ロシア、統一ロシアは、ロシアの政党で、現在の政権与党。党首は2012年より、ドミートリー・メドベージェフが務める。1999年の会選前に、強い与党の創設を目論んだ、政権側の肝入りで有力州知事らが、ョイグ非常事態省を当初に結成した、政党、統一と、同1999年に、 ルシコフモスクワ市長やエフゲニープリコフ元首相らが結成した中道サハ連合祖国全ロシアが2001年12月1日に統合して成立した2002年11月党最高会議ビューロー執行部議長党首にグルイズロフ内相が選出された翌2003年の会議戦で統一ロシアは首相し第一党となる 選挙後に招集された議会で、グルイズロフは会議長に就任した。2004年11月の党大会で、グルイズロフが党最高会議ビューロー議長に再選される。2006年12月2日、エカテリンブルクで党大会が開催された。党大会では、グルイズロフ会議長、党首、ルシコフラ地方政府代表が参加した。この党大会では、 今後10年間の国家建設の指針となる国家発展戦略を採択した。同戦略は2007年ロシア会議選挙及び2008年ロシア大統領選挙に向けての党の公約でもある。一方で党内では白引きと反白引きの駆け引きが熾烈なものとなり、党役員会選では当初役員に選出されると予想されていたロシア鉄道の ウラジーミル役人の社長が選出されなかった。2007年の下院選挙では、プーチン大統領が、党の比例代表を名簿1位となり、国民の支持を集め、政権与党としての有利さを最大限に活かして対象し6割以上の議席を獲得する。2008年の大統領選では、ドミートリー・メドベージェフ第一副首相を支持した。同年4月15日、プーチンは、 党大会に出席し、次期党議長、党首への就任を受諾した。同年5月7日、プーチンは大統領退任と共に正式に党首に選出された。ロシアで大きな影響力を誇る統一ロシアであるが、2008年からの世界同時不況で人気に陰りが見え始めたという指摘がある。2009年3月にはトベリ市議会選で、 ロシア連邦共産党に第一党の地位を割れ、スモレンスクやエカテリンブルク近郊の市長選でも、統一ロシアの候補は当選できなかった。2011年ロシア会員選挙では3233万1244票を獲得し、238議席を得たが、前回と比べては大幅な議席減という結果になった。2012年ロシア大統領選挙でも勝利を収めた。 その後も、ロシアの中核都市の市長選で統一ロシア候補が惨敗するなど、地方選挙では苦戦を強いられている。ニエザ・ビーシマヤ・ガゼイタは、ロシア国民の目が肥えてきたと論評している。2014年のノボシビルスク市長選、2015年にはイルクーツク州の知事選で、共産党が統一ロシアに勝利している。2012年5月26日、党首に、 ドミートリー・メドベージェフ首相を選出した。2011年の会員選あたりから、統一ロシアの国民的イメージは、選挙不正や統一ロシア議員の不祥事などから低下しており、プーチン大統領は統一ロシアを事実上を見限り、超党派の国民運動隊、全ロシア人民戦線を2013年6月に、正式な社会団体に格上げすることで、自身の権力の安泰を図ろうとしている。 しかし、2014年3月あたりから、ロシアのウクライナに対する強硬姿勢が、国民の支持を集め、プーチン政権並びに統一ロシアの支持率が、再び上昇している。統一ロシアは2016年ロシア会院選挙に向けて、選挙制度を改正し、比例代表制から、小選挙区比例代表並立制に変更した。これにより、 2016年の会員選挙で統一ロシアは小選挙区で他の党を圧倒し225選挙区のうち203選挙区で勝利を収めた。比例代表と合わせると獲得議席数は343となり、前回2011年の238をはるかにしのぐ結果となった。統一ロシアが獲得した得票率は2011年の選挙とほぼ同じであったが、 議席占有率は大幅に高まった右グラフを参照。プーチン大統領支持だけを旗印に様々な思想信条を持つ政治カラーが集まった寄せ集め政党との指摘もある。中道を標榜するものの2006年10月により中道左配路の強い構成ロシアが結成されたため実際には穏健な保守あるいは中道派とみなされることが現在では多くなっている。 結成当初は中道左派、社会民主主義政党の国際組織である社会主義インターナショナルの会合に代表を参加させたこともあるが、2013年6月には伝統的なロシアの価値観に反するとして、同性愛選禁司法を制定するなど保守色を強めている。日本の自由民主党とは2002年以来、政党間交流を行うなど、優等関係にある。 統一ロシアの地方組織は日本の自民党を参考にして作られた。また2011年11月26から27日に行われた党大会には民主党の国際局長を務める渡辺孝一郎、衆議院議員が出席。野田義彦代表、内閣総理大臣の新書をコサ夫国会員国際問題委員長に手渡し、両者は党間交流の推進で合意している。 旧ソビエト連邦最後の最高指導者を務めたミハイル・ゴルバチョフは統一ロシアは旧ソ連共産党の出来の悪いコピーだとメディアに語っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。